敵士官、敵士官、スケルトもリスクだし。役どこを職通、をお選びく占だい師さのい。発言との選組み合択わせしでなどいこを場通だっ合、て考えなきゃいけないし。余っている役職がランダムで振り分けられます。やっぱり指揮あすなるたの人は大役事だと思職うはよ。村人でセーサーす。も楽になるしね。夜が更けました。潜伏選ん人で、狼に気をつけてください。ギリギリで霊能で出るならまだしも、騎士で出るから。で、対抗の騎士が出るっていう。対抗っていうか、真の騎士が出てしまうっていう。霊能だったら霊能で出りゃいいのに、最後まで自分の身分隠す意味ないだろうっていう。シンがそのアーマーを汲み取れなければ失敗なんだよ。で、シンがせっかく黒出したのに、シンの黒うちの半減なのか。あの試合に関しては、要はもう村の一人がロックしてたっていうだけ夜の話がなんだ明けけました。ど。狂人が普通にシン見抜いて、シンに投票で負け。昨夜は誰も一死品に負まけっせていんう。でした。まあ、この発前言の試合ターンの、2試合9前の、番のプレ村イヤーのが2試合発目の言話しね。ます。今3試合目っすね。僕、タケノコの里がすごい好きなんですけど、じゃ例えば、一番さんが、キノコの山好きっていうじゃないですか。で、だから、9番さんとは意見が合わないから、9番さん黒いっていう、理論は僕嫌いなんですよ。つまり、何が言いたいかっていうと、9人それぞれ意見が違うわけじゃないですか。性別も年齢も違うわけじゃないですか。思考が違うのは当たり前なんですよ。だから、それを要素にとって、黒いっていう人は僕黒く見たいと思ってますね。その人の様子を取っていきたいんですよね。こういうところが黒いみたいなね。まあ、すり寄りとか、捏造とかいろいろあるんですけど、そういう要素を取って、黒要素っていうのを上げていきたいですね、僕はね。だから僕がね、タケノコの里が好きだからって言ってね、否定はせずにね、その人の黒い要素っていうのをね、ちゃんと取っていきましょう。いいと思います。1番のプレイヤーが発言します。はいはい。9番かなり微妙。でもまあ、保護位置ではいいかなと思ったかな。ぐらいかな。まあ、なぜかっていうと、何？自分が黒いって思われるっていうふうに思い込んでいる人物のように聞こえたんだよね。なんか60秒間かけて、なんつったらいいのかな。自分発言黒いですけど、黒く見ないでくださいね。っていうふうに、聞こえた。であれば、意見が合わないとかっていうのを、精査位置において、何？色落ちをしない位置を釣りに行きます。ぐらいな感じなのかな、9番っていうのは。拡大解釈すると。まあ、ちょっと、印象悪いね。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。2番です。なんか今、メロン食べてますけど、なんか思えば、メロンとスイカって、あ、普通ですか？どうですか？聞こえます？マジか。いいこと言おうとしたんだけど、プツプツだったらちょっと助けてこようかなと思って。今どうですかね？聞こえます？減るって思ったら減るって返しをします。まだプツってるんだったら。じゃあ、助けてきます。すいません。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい。まず、9番さん、意見が違うから、黒いって言う人は、黒いと見る。様子をとって黒を出すって9番さん言ってて、まあ私的に、9番さんすごい、そう、まあ、もし9番さんが黒要素をね、要素を取って黒って言うなら9番さんってすごい頼りになるなと思いました。まあ、ただ、まあ、短かったかなって感じで、で、1番さんは、まあ、なんだろう、9番さんに対して、まあ、自分の発言黒ですけど、黒く見ないでくださいって言ってたのかなって言ってたんですけど、私9番さんに対してそこまで、なかったかなって感じで。まあ、1番さんのその位置なら仕方ないのかなと思うんですけど、2周目です。すいません。4番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占いしよう、占いしよう、2、白、2、白。
お願いします。9番さんは別に普通なこと言ってたんじゃないでしょうかと思って聞いてたんですけど、あの意見の相違がそれであの白黒につながるわけじゃないよねっていう話をしてただけだと思ってるんで、1番さんが多分9番さんのその話を防衛本能があったっていうふうに取ったのかなっていうふうに感じたんですけど、1番さんの発言からあれそんなこと言ってたっていうふうに思ったから、1番さんは9番さんの話を捉え違いして印象悪いふうに取ってんのかなっていうふうに捉えましたけど、3番さんは多分私と同じ1番さんに対して捉え方をしてたのかな。だから私めちゃくちゃ1番さん印象悪いですけど、3番さんひろたにも関わらずなんか濁してる感があったのはちょっとナンセンスかなって思って聞いておりました。はい、5番のプレイヤーが発言します。はい、一周目です。お願いします。3番、4番とはちょっと意見違うかなと思ってます。で、1番さんって、最初にさ、その9番に対して、防衛本能感じるって発言を残してたけど、最終的にはね、拡大解釈して9番の言ってることをちゃんと解釈できている人物だと思ってるから、まあ、3番、4番って人の話ちゃんと最後まで聞いてないんだろうなってめちゃくちゃ思ったかな。だその最初の部分は1番に関しては、9番に対してその防衛本能を感じたっていう部分は理解できなかったけど、拡大解釈、俺は別に拡大解釈まではしてないけど、まあ、9番の言ってることもわかるし、1番が解釈した拡大解釈って発言を残したものもわかってると思ってるから、共に、まあ、19差をつけるとすれば1番のその最初の部分がよくわかんなかったから、まあ、印象悪いかなと思うけど、3番、4番がそれだけを引っ張ってきて言うのはちょっとナンセンスかなと思ってるから、今のところ微妙かなと思ってます。はい。4番が占い師としてどうなのかはわかりませんって感じですね。まあ、2周目、太鼓が出るなら出てからの精査でいいと思ってます。はい。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい。村人には特にしようとございません。4番さん目線ってさ、3番さんを疑うならさ、3ずりぐらい言えるんじゃないのって思った。俺は圧倒的に3番さんが黒いっていう風に思ったんだけど、3番さんっていうのは1番さんのその位置なら仕方ないっていう精査を最後に落としてんだろうね。なんでその位置なら仕方ないっていう風に言ったんだろうっていうのがおかしいなって思ってる。何がその位置なら仕方ないんだろうっていう感じかな。で、若干4番さんが3番さんに若干叩いてて、釣り押さないところから4、3ローっていうのも全然あんのかなっていう風には感じたかな。俺は1番さんのその9番さんに対する指摘っていうのは正直俺はよくわからんかったよ。9番さんが黒っぽくみたいな発言みたいなことを言ってたけど、俺はそんな風には受け取れなかった。5番さんはそんなところまで受け取れたんだなっていう印象かな。はい。2番さんは発言聞けてないから正直わかりませんって感じですかね。はい。現状4さんが濃いのかなとは思ってますかね。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、占い師でした。8番さん白。8番さんが白です。まず、まあ、対抗なんですけど、まあ、これは、使命ないですよね。あの位置で、まあ、1番さんへのあれもありましたけど、それ以前に役に関して、あの位置私だったら霊能は出てきてねって言いますよね。まあ、ここまでで霊能出てきてないんですけど、2周目の9番さんの位置でね、あの霊能は出てほしいなと思います。で、対抗がもし出れば釣り切りたいなって思ってますね。まあ、どうしても芯がこっちしかないっていう決め打ち盤面であれば、うん、まあ、そちらの芯進行でいきますけど、で、棋士の方は、盤面、強い、出れば強い盤面来ると思うんで、それまで潜伏でお願いしますね。狼、狂人かわかりますね。グレーで言うと、私は6番さん印象良かったなと直前。8番のプレイヤーが発言します。うん、そうっすか。4番が2番にどうして黒を打ったのかな。あ、2番白ね。あ、発言ができないところを今日回収でやってんのか、相方囲ったのか、それとも2番よりも前の9、1か後の3か、それとも5、6か。2番、4番だったら、4番は9番をプラスに取ってて1番下げてるか。まあ、ライン切りだったら1、4とか、6、4とかなのかな。6番が4、3だって言い切ってるから。番も4に叩いてるっけ。5、6の位置で平和の可能性もあったけど、まあ、精査として疑問が持ってるってことか。5番、6番は。1の精査が。まあ、で、7番だったらどっちなんだろうな。7番ってグレーの精査した。役についてはフルだけど。はい。
ちょっと2周目聞きます。はい。9番のプレイヤーが発言します。そんないっぺんに出来られても困るんですけどね。待ってよ。1位が、8白で、4がレースラで、なんでわからん。めんどくさいなぁ。3しようってこと、とりあえず。めんどくさいなぁ、もう。1と、ごめんね、ちょっと頭ポンコツなんですいません。そんなポンポンで、1と、ちょっと待って、4がレースラだから、1と6と ?7 か。でいいんだよね。1と6と7。1と6と7か。俺もうさ、8番の言う通り俺もう割と4、6かなって思ってたんですよね。3章になる前の話ね。なる前の話なんだけど、もう6、4でしかないかなって思ってて。6番がさ、4枚に対して上げた要素ってさ、俺結構めちゃめちゃ暴論かなと思ってるんですけど、6番目線、4番さんが3取り言えないっていうのが、もう暴論でしかないから、で、かつ、4番さんまで占いしてないのに、何4番さんのそこまで信頼を下げるんかなと思ってたあたりが、ごめん、6じゃない、6、7か、6、7に見えたんで、だから、俺も6番1本でいいかなと思ってたぐらいなんですけど、ポン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 で呼ばれるとね、困るんですよ。どうしよっかな。7番、あれ ?7 番占い仕様じゃないよね。あ、じゃあ6、7なんかな、割と。1番のプレイヤーが発言します。まあちょっと想定外の盤面だったけど、7番が人狼で6番が狂人でっていうふうには今実施点は思ってます。で、9番の、まあ2周目のこの位置ね、まあこうなることがまあほぼほぼ見えてたんで、まあ9番保護位置っていう話を1周目してましたね。はい、ごめんね。自分が潜伏するつもり満々だったからさ。まあ9番絶対そうなるだろうなと思ったんで、保護位置っていう表現をしました。7番が人狼に見える理由ですね。4番っていう位置っていうのが一角で、これ白い位置なんですよ。で、広範位置で、出てこないっていうところなんで、出るっていうのが、7番の位置。7番人狼で、6番が7番を囲いに行っているのかなっていう感じかな。うん。逆はある？あ、でも一番最後から2番目だから出ざる得なかった狂人っていう線も終えるのか。うん。発言の中では、偽要素っていうのは指摘できる事項っていうのはなかった。釣り位置っていうのは、1、6、7から決めればいいっていうふうに思っていて、7番人狼っていう線が結構追えるので、7番から行って、6番の破綻見るのが一番おすすめかな。以上。2番のプレイヤーが発言します。今聞こえる？どうですか？出たら出るって言ってください。あざっす。あざっす。今の一番の発言で、あ、ごめんね、一番さん、OK って言ってくれたのに、なんか俺今からちょっと一番さん叩いちゃうんだけど、7番狼で見て6番が狂人で見えるのか。6番が狂人だった場合って、4番、7番の真偽って結構つきづらいと思ってるんだけども、6番狂人視点ではじゃあ7番が狼に見えて、あえて7番白を打ったっていう話ですか。で、情報追で、もしかしたらご主人様かもしれない4番を釣らせに行くっていう構図ですか。だった場合って6番の相方って8番が濃厚なんですけど、1番さん8番に白打っちゃってるからね。はい。なんとも言えんなと思ってる。ただまあ発言精査した場合、6番が言った3番、4番っていうのは結構不当かなと思ってて、4番って別に3番を叩いてはなかったような気がするから、まあ、多数言ってたからなんとも言えないけど、確か叩いてなかったと思ってるから、あれだけど、まあ6番が占い持ってて、4番から見たときに4番の相方を精査していく中だったら、まあ、過剰になるのは分かるかなと思ってるかな。結論言いますね。1番いきますね。はい。1番が白だった場合って、狂人で8番に白をかぶせる必要がないと思ってるし、俺はあなたと7番の白先の8番は結構黒いと思ってて、
8番ってなんか4番狼軸でしか考察しなかったけども、あの8番視点で4番7番の審議で7番の発言からそこまで締め取れましたか。だから俺8番がさ4番狼軸で考察してたから、8番って7白持ってる占い師かなと思ってたら結局グルーでしょ。3番のプレイヤーが発言します。はい、まずちょっと確認したいんですけど、占い師は167番ですよね。で、1番さんが言ってた6が7を囲ってるって言ってたんですけど、7って占い師で出てるんで、6が7を占って囲う必要ってないと思うんですよ。そこで一番さんって破綻してるなと思いました。穴が占い師っていうのが合ってるならね。って感じですね。うん。で、ちょっと追いついてないんですけど、6が真なら7強人で1人狼だよね。うん。そこまでしか追えてないんですけど、まあ、これ、一番破綻してるんじゃないかなと思います。私のが間違ってなければって話なんですけど。あとはね、7番さんおかしいこと言ってなかったかな。あ、でも7番さん6のこと白っぽいって言ってたのか。そっか、じゃあ76狼はないな。そんな感じかな。ちょ、ごめんなさいね、全然。4番のプレイヤーが発言します。はい、レスラで3番さん破綻はしてないですね。1番さん別に破綻はしてないです。ただ引っかかるところとすれば、1番さんは6番さんの狂人で7狼を囲ったっていう目線は、それはちょっとしっくりこないかなと思った。むしろ逆で6番さんが人狼で7狂人の方が1番さん目線でしっくりくるんじゃないって思うんですけど、それで6、7タッグ組んで1番潰して来ようとしたんじゃねっていう、そういう目線になるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと6が強靭で最後に出るっていうメリットあんまりしっくりこんくねって思うんですけど、で、今日は6残しで1、7ランですよ。1、7どっちか入れて、6番さんが7に白打ってるんで、はい。現状私1番さんの方が濃いかなと思ってますけど、あと7番さんが偽だなと思うの、私しか占い師、しか出ていない時点で、私の偽目って役を出さなかったことだけですかって思って聞いてたんですけど、で、結局7番さんは6番さんに対していいねっていう評価をしてた。だから3番さんが7番さんに対して、言ってたのもちょっと違うなっていうふうに思って聞いてましたけど、7番さんは6番さん白っぽい評価はしてなくて、いいね評価をしてました。はい。だから6、7ローローも絶対ないし、ないと思うんですけど、新道路追わない限り。うん、っていう感じなんですけど。3は場面を終えてない。現状見えてる目線としては、1黒7強か濃いのかなっていう感じ。8番さんはどうなんだろう。9番さん場面もこんがらがっててわかんないし。って感じですかね。5番のプレイヤーが発言します。はい、2周目です。まあ、17ランテージでいいと思ってます。まあ、6番は新郎一だと思ってますね。1番が言っている6番教授、7番狼って、まあ、みんなが言ってるのにあんまり見えないかなと思ってるけど、なんだろうな、引っかかったのが、2番さんのね、そのほら、一発目で言った発言、すげえ分かったのよ、その1番に対する指摘。でも、その後1番釣りますって言った後に、1番で白が出た時って、なんちゃらかんちゃらって言って、8番を疑う視線持ってたじゃん。2番さんの視点でさ、1番が白が出た場合って、6番が破綻で7番が真になるんだから、8番ってオートで白になるんだよね。それにもかかわらず、8番に視点を向ける2番さんってどうなんだろうなってめちゃくちゃ思ってんだ。俺だけこれ。占い師の精査は別としてよ。グレーがね、2番3番がめちゃくちゃ気になってるんだよね。で、9番っていうのは3仕様になって発言が伸びていない位置。俺8番って俺多分ね、シンプルに白位置だと思ってるんだよね。はい。別に8番自身で黒い、発言がなかったと思ってるし、その4番偽軸で追う追わないは別としてや、別にそれで追ってもよくねって思ってるから、
なんだろうなって思って、2番に対しては1番に対する指摘は良かったと思ってるけど、その後に1番を釣って1番で白が出た時に8番へフォーカスが向く視点がよくわからないのと、3番は1番に対して破綻だどうのこうの言って1番を釣り流れ、釣りに持っていこうする流れ、2番に乗っかり、そこの指摘もできなかった3番、9番っていうのはシンプルに発言が見えてないので色が落ちてないっていう感じかな。まあ6番が死んじゃないかなと思ってるんで、7番1番両方釣り切ったらいいと思いますよ。はい。まあ、1番でいいんじゃないですか。1番で黒が見えたら6の死んってバリ上がると思ってるんで。7番で黒が見えた時の6の旗もあるけど。はい。ぐらいかな。6番のプレイヤーが発言します。うん。はい。1で黒落ちるんで、1行ってもらっていいですよ。そうすれば僕の破綻とかも見れるしね。はい。なので安心してくださいってことだけ言っておきますね。俺は3番さんが結構雑かなっていうふうに思ってたんで。まあ僕の占い位置から外れたいのかなっていうふうには感じたかな。プラス5番さんに言うんであれば、2番さんは1周目の考察をしてるんだよね。1周目の考察。で、8番さんが4番さんのロー視点しか追ってないからっていう発言を残してるんだよ。もし逆に、俺は違うなと思ったのが、もし8番さんが、4番さんばっかり叩いてたら、4番さんからの占いに飛ばされるじゃん。だから盤面的には白いんじゃないっていう感じにはしたけどね。だから2番さんとは俺考え方違うなっていうふうに思った。そこに対しての5番さんは指摘じゃなかったんだなっていう感じですかね。印象的には。9番さんはもう盤面が終えてないんで、正直精査不能ですね。はい。で、1番さんの黒要素って、ちょっとみんな拾ってないんだけど、1番さんって、こういう盤面になるっていう風に思ってたみたいな、だから9番さん保存位置って言ってたけど、こんな盤面になると想定してなかったっていう発言もしてるんだよ。覚えてるかな ?2 周目ね。そこが発言矛盾がしてるんだよね。ってことを、まあ、1番さんの黒要素ですってことを挙げておこうかな。はい。まあ、多分1、3、6。1、5、6かなっていう感じはしてるっすけど、9番さん正直わからんすけどね、1、3が一番濃厚かなっていうふうに思ってるかな。もう7番さんやる気ないんで、まあ1番さん言ってもらえれば安心してください。で、岸さんは守り先ちゃんと考えた方がいいですよ。6か4、守るのはちゃんと考えた方がいいです。そこだけは分かってもらえる。はい、今日は1釣りですよ。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。8番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。まあ、どうするべきかですね。まあ、隠し色になったとて噛まれるだけなんでね、最後は。まあ、私は最後まで戦って、狼を見つけたいですね。まあ、7番何なんでしょうね、これは。やってんのか、強靭で、取られにかかってんのか。まあ、これの動きも、まあ、強靭だったらいいプレイなんじゃないですか。1か6かどっちかわかんねえからやってるプレイなのか、偶然なのか。まあ、1番がローとすれば、6番に、みんな死んだって言ってるところですね。俺してはわかんないですよ。まあ、6死んだったら死んでも、俺は隠し色になるだけだから、どっちでもいいというか、なので、変な考察だなっていうのは2番とか。わけわかんないよなっていう。1が白だったら8って白だからもう自立と白っすよ。もう。むしろ無駄占い。6番の占いが無駄占い。はい。まあそもそも7と1は囲いますかって話だ。囲う可能性の方が少ないでしょっていう。まあ進路論も意外とあるかもなとかって思いながら、意外とですよ。まあ釣り切って。まあね。釣り切ったらいいんじゃないですか。うん。まあそこはまあ例の上任すけど。いやー、時間をね、伸ばしてたけど、戻ってこねえな。まあ、白結果だったら、地盤白だけが残るだけの話だから。まあ、発言聞きたかったな。強靭なのか真なのか、それとも狼なのか。ああ、聞きたかったね。全プレイヤーの発言が終了しました。これからと。その疑いには、どんな根拠がある？投票が終了しました。追放されるプレイヤー7番の遺言を発表してください。
夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。うわ、生き残った。9番のプレイヤーが発言します。サンクロ、はあ、ドラマチックな展開だな。1が2世だ。ドラマチックな展開だな。角村なんですけど、ちょっと待って。7?7、まあ、白?あー、7白。七神なのかなこれ。七神なのかなこれ。七神六強人一黒なのかな。あー、いや、俺昨日いろいろ考えてたんですけど、2番、3番、6番が1番さん言ってるじゃないですか。で、昨日の段階では7番さんって節切れだったじゃないですか。節切れの場合って絶対7番さん行きません?で、あの、2番さん、3番さんが1番さん言ってるんですよ。だから、7神の6強人の3番囲いに行った1、3狼なのかなとか思っちゃうんですよ。2番、3番ってさ、村だった場合って、もし仮に7番釣られたとして、7番じゃないや、1番釣られたとして、1番さん神だった場合って、RPP 起こりますけど、その辺のケアって2番さん、3番さんでしてるんですかね。はい。自分視点では一番さん2世って今日分かったんですけど、昨日の段階で一番さんつって一番さん死んだった場合って、ピーピー起こるから、なんかその辺のケアがない限り、2番3番って村なのかなって昨日投票で思いましたね。はい。ってぐらいなんですけど。で、3番がやたら1番釣りたがってるから、まあ割と1、3のライン切りなのかなと思ったし、なんで、僕7番シーンの6強陣の1、3オカミかなと思ったんで、今日1番投票しますね。3番ロだけじゃ分かんねえんだけど。のプレイヤーが発言します。いや、びっくりでしたね。まあ、9番っていうのは、まあ、もう初手から占えばいいやって思ってた位置ですね。で、6番の発言からは、2番か3番に、相方いるのかなとか、まあ、7番が人狼だった場合っていうのは、6番っていうのはその辺、囲いに行きたいのかなぐらいの話だったんですけれど、9番に対して、なんだろう、色落ちない、色落ちない。だけだったのかなっていうイメージですね。で、1番の相方が5番っていう発言も6番さん残してますね。さて、6番さんはどこに行きたかったんでしょうねっていう感じかな。ごめんね、俺今落ちちゃったから結果全然見れてないから分かんないけど、とりあえず、9っていうのは占い位であるっていうのはもう初手で補足してましたっていう話ね。で、まあ白でも黒でもどっちでもいいやっていう。まあそんな感じ。まあ能力の結果ね。はい。そんな感じです。今日については、引き続き、1番、6番の、欄になるというふうに思っていて、なんだろうね。自分の方が、仕事終わってるじゃんっていう話だよね。七白だから。うん。発言精査で言うと、2番、3番、どっちかに、相方がいるっていうふうに思っていたから、あまり1の9番を、占いました。そしたら、めくってみてびっくりの9黒でした。はい。以上ね、6つってほしいけど。2番のプレイヤーが発言します。まあ、メロンとスイカだったらメロンの方が圧倒的にうまいんだけど、9番さんは、まあ、キノコの里とタケノコの里で、キノコの山とタケノコの里で、なんだっけ、タケノコの方が好きって言ってたんだっけ。間違いなく俺も同意。うん、でも9番さんは黒いと思った。なぜならば、6番が3白ってるから、6番シーン、7番強人、1、3ロールはもうこの時点になり得ないから、9番さんは黒いと思った。俺はでも、キノコとタケノコだったらタケノコの派かなと思ってるから。はい。なんか5番が超熱投資切ったから5番が黒いんだけども、俺は1番が白だったら1番新決め打ち8番角白だけども、1
1番が8番囲ったの、1番8番、8番が 黒いから、1番が8白って言ってるのって、7番強靭で8番後ろ打たれて、さらに1番から8番後ろ打ったら、8番後ろのどって上がるから、チワチワ盤面上は見えるし、1番の発言からもあまり6番強靭、7番狼っていう視点が分かんなかったから、1番から釣りたい。1番釣って白結果だったら6番が破綻するし、なおかつ8番が隠し白になるから情報として1番釣りの情報の方が多いっていう発言だけども、5番さんこんな発言汲み取れないですか。はい。まあ6番が5黒打ったらちょっと難しいかなって分からんくなるなと思ってるけど、まあ今日の9番は黒かったと思ってます。3番のプレイヤーが発言します。今日の9番は黒かったから1に行くってこと？ちょっとわかんないな。で、まあ9番さんは、変だった。7とね、待ってね。私と3番が1に投票したんだよね。なのに、まあ13。人狼って、すごい強引だったから、すごいびっくりしたって感じかな。ちょっと待ってね。でも、1が、そう、1がじゃあ、強人っていうのはないなって思ってて、1強人はないなって。1人狼で、でも1人狼、もし1が人狼だったら、7って強人？あ、じゃん。三四郎だ。例えばね、1が、ちょっと待って、マジで頭おかしいかもしれないけど、1が強人だったら、まあ、一応あ、間違えた、まあ。1が人狼だったら、7って強人じゃん。7番の新マンだ、7番の新世界。あら、私、回数できない追加。1が行、待って、うん、ちょっと待ってね。だから1は狼じゃないんじゃないかって思ったんだよね。だって残り1人の狼、かわいそうじゃね？普通に。4番のプレイヤーが発言します。ごめんなさい、3番さんが何言ってんのかよくわかんなかったな。よくわかんなかったな。はい。え、キューバさん、何も間違ってること言ってないと思うけどな。占い3ローラーの時って、普通にライン切りとかする場面あるから、13ローローで追うのも普通に自然だと思ってるし、RPP 懸念で7に行くっていうの静寂だと思ってるけど、だから2番さん、3番さん、6番さんが村の行動じゃないと思ってるんだけど、でも、どうなんだろうね。6番さんはマーシンやるのかなってまだ思ってるんだけど、って感じ。ですかね。9番さん黒かった？2番さん3番さん黒だから1に行ってる。よくわかんないけど、まあ、2番3番だね。今日1から1で次6で最後村で殴り合ってくださいって感じなんですけど、1番さんが6番さんの偽要素として挙げたのって2、3怪しんでて9番さんは色落ちしないなって言ってたから、で何保存位置でもあって9を占ったって言ってたけども、いや本当に9番さんって2周目でドガドガーっと役が出てたから混乱してたから、本当に9番さんのところって全然色落ちしなかったと思うんですけど、それで1番さんは9番さんを怪しんでっていうのが全然よくわかんないなって感じ。6番さんが2、3怪しいなって言ってたけど、6番目線でも静寂だ普通なんじゃねって思って聞いてたけどな、何がそんなに黒いのかが全然目線2番3番違うんですけどって感じですね。1、6は完遂しましょう。1、6は完遂で、今日は1以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、2週目です。あ、2週目じゃない、2日目だったな。俺も9番に近いかな、意見としては。7番の真の可能性も全然あるかなと思ってる。共に占い位置がおかしいと思ってるし、まあ、1番はそもそも5番が視点から外れてるのがめちゃくちゃくせえなと思ってるんだよね。一番視点で5の白助けをしているのか、はたまた一番が5番とのラインをつなげに来ているのか、どちらか。6番はそもそも2番、3番じゃなくて、占い値って明確に5、9、8のどこかだと思ってるんだよね。で、6番目線で2番、3番って1番に投票している人物、6番視点で1番が狼確定してるんだったら、あの場面でライン切りがあって、あると思って占ったのか、どう
なのかってところが一番大事だと思ってるんだけど、この発言をしたら多分6番っていうのはライン切りがあると思って3番占ったっていう発言を残すんだろうと思うけど、微妙かなと思ってるけどね。1番の視点の中で、あ、6番の視点の中でそもそも1、3か1、5って視点があるんだったら、3番が1番にライン切りしてるより5番と1番が繋がってた時の方が村の勝ち目ってめちゃくちゃ下がると思ってるから、6番の占い値って少なくとも5が入ってくると思って、俺占ってねえんだ、へえってめちゃくちゃ思ったかな。で、俺は9番とは違うと思ってるのが、1番強人、6番狼かなと思ってる。相方は3か2かなと思ってるけど、6番が7番に白打って、7番の強人が透けていて、6番の破綻が見えて、6番釣り切られて、6番釣り切られて7番が残っている状況で、狼が、グレーで残っていて勝てる位置っていうのは2番かなと思ってるけど、3番の発言がな、黒いんよな。精査ができんのよな。6-3ででも7白打つとは思えんからな。3番黒軸で考えたら、まあ1-3の方が濃いかなと思ってるけど。6番の話聞きます。6番のプレイヤーが発言します。だから言ったじゃん。3番さんに対しては1周目も2周目も怪しんでたでしょ。だから3が濃いのかなって思って素直に3占っただけだよ、5番。うん、5番の視線の向き方ってちょっと変だなって思ったかな。3が黒いから6が黒いならわかるけど、なんかそういう理由もなしに7番さんのシーンもあると思う。どこ7番さんのシーンがあったの？それも言わずに6強とかも置いてんでしょ？うん、わからん人だなって思ったかな。あ、2が一番正当なんじゃないって思ってる。2がローだった場合って負けですね。はい。負けてもいいかなっていうくらいじゃないですか。で、4番さんに言っておくと、もう、ローラーした場合、6まで釣っちゃった場合っていうのは、3番さん多分 黒く塗られちゃうんで負けちゃうっすよ。はい。村がね。ぐらいかな。もう決め打ってくんないっすかね。1番さんの、まず、もう一回言うよ。1番さんの、そのね、こういう盤面になるとは思ってなかったっていう発言と、こういう盤面になると思ってたから9番さんを保存位置っていう発言って、矛盾してるんだよ。しかも同じ日に、同じ日の2週目に行ってるからね。そこはよく考えて。本当に。はい。もちろん9番さんが黒くなって、9番さんの、6の新視点もあるのに、9番さんが7の新視点しか追ってない時点で、もちろん9番さん1級の黒囲いっていうのもあるよ。9番さんがわざと黒くなって1番さんの新上げをしてるみたいなね。はい。なんで5級占いは、まあわかるんですけども。まあ、騎士がね、いて守れるなら僕守ってください。ぐらいかな。はい。はあ、っていう感じですね。うん、なんでわかんないんだろうくらいな。7番さんが死んだったら落ちないでしょ、そもそも。まあいいや。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは1番の遺言を発表してください。うん、4番5番に言っとこっかな。6番って3白結果なんだよ。で、1-3ローっていう発言が9番してるから、だから9番っていうのは発言が、盤面破綻を起こしてるんですよ。で、それを、2番、3番っていうのが拾ってるっていう話ね。で、僕が言葉足らずだったところを、なんだ、上げ足取られてんだけど、まず、3CO になるのは自分が潜伏した段階で、白い血が先に出て、黒い血が後に出る。もしくは、黒い血が先に出て、強靭が、まあ、出るんだったら出る。っていう視点だったんですよ。で、それが、3CO になるっていうのは想定通りの話。うん。まあ、そこはうまいこと言ったんだけれど、スラがかなりあって、その、何 ?471 っていう、順番じゃなくって、671になったのが想定外。うん。だから想定通りの、要は僕が潜伏で出たことによって9番っていうのは目線が来る。だから9番っていうのは初手っていうのは保護位置だよねっていう話。で、9番が発言で色が落ちないのを見越しているから、だから、占い位置っていうのは9番に限定。夜が更けました。
人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが発言します。はい、3日目です。まあ6番行くかな。9番白でしょう。いや9番の白は結構俺見えたんだよな。まあ、6番視点で2番が村っぽいと思うんだった。まあ5級どっちからなればいい話って、じゃあ6番視点は5眼狼ってなるわけでしょ。2番を村と置いてるのであればね、ってなると6番は偽になっちゃうから、はい、6番が死んでもその考えを持ってるんだったらもう6番を釣るしかないかなと思ってます。2番3番どっちかかなと思ってるんだけどな。6番狼軸の時に7白を打って6番の破綻が見えた時に、あの最初の盤面でね、3番が相方軸だった場合って、多分 100% 勝てないと思うんだよね。6番がロー軸だった時って。6番がロー軸だった時って相方1ってもう2か9しかなくて、9の狼ってあんまりないかなと思ってたんだよね。ベタに2番とか5番とかってそんな明確な理由がないもんな。9の狼がない明確な理由が。2番さんはシンプルに、なんだろう、俺の発言、俺がちゃんと発言聞けてなかったっていうので、ヘイテこっち向いてて、まあ俺もちょっと、発言聞いてなかったのも申し訳ないと思うけど、そういう風に聞こえちゃったからね。まあそういう意味で2番さん怪しいかなと思ってたな。2、3どっちかかなと。いやめんどくさいな。いやでも9番までフォーカス伸ばしちゃうともう結局手が足りなくなっちゃうから、2番3番どっちかで行こうかなと思ってますかな。13ロール6強人6の強人ってほぼないと思うんよな。6番のプレイヤーが発言します。5番さん墓穴掘りましたね。6番さんがローだった場合2か9しかない。え、じゃあ6さんはないんですか、5番さんって思ったかな。はい、なんであのね、俺目線っていうか村目線かな。村目線、9番さんの発言っておかしかったんだよ。まず、7番さんが死んで6番さんが今日で3、1ローっていう発言を残してるんだよね。それが視点が合うんだよな、みたいな5番さんの発言って変だっていうふうには思わなかった？俺は本当に9番さんが黒学してる可能性もあったから、もちろん9占ったんだけどね。まあどっちでも良かったって言ったらどっちでも良かったんだよ。うん。ただ白でしたっていう話ね。まあ、まあ9番さん目線分かったんじゃないかな、僕が死んで。はい。うん、だから、安定とかしたら多分3番さんが、まあなんか、一つのことに固着して話すタイプの人だから、結構3番さん釣られやすいんだよ。釣りやすいんだよ、狼からしたら。はい。だから、3番さんは喜んでほしいですね、むしろ。はい。2番さんが狼だったら負けでいいって。まあ、5番さんで終わると思ってるっすけど、うん。まあ、今の5番さんのちょっと焦ったような、なんだろう。なんか雰囲気的にも、まあ、喋り方とか、俺はそういうのも含めて人狼殺だって思ってるタイプなのね。だからそういうところもまあ、9、2、3には考えてもらえればいいかなっていうふうに思ってます。2がローだったらうまいなって感じ。もうあっぱれです。はい。それはそれでしょうがないっていうふうに思ってます。僕の力量がなかった、見る力がなかったってことなんで。ぐらいですね。まあ、かっこよく5番さんローっていうふうに決めてほしいですね。で、勝ちましょう。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。いや、俺、マジですげえ思うんだけど、何俺視点の話だと、別に6番狂人、7番神、1、3狼って、歩くないですか？俺がおかしいのかな？なんか、それおかしいって1番、2番、6番にめちゃめちゃ言われてるんだけど、俺視点の話だと、1番に俺黒打たれたから、まあ、1番神がいってわかるじゃないですか。で、6番、7番、どっちかに神がいるって話で、7番白が見えてる状況下でしょ？まあ、そこまではいいじゃないですか。で、6番の狂人が7番に白、別に6番死んでも7番狂人っていう可能性もあるんだけど、6番の初週の4番さん目線3釣りえないのがおかしいっていう殴りから、俺は正直6番の印象が悪く、現状では6番狂人、7番死んかなと思ってたんですよ。で、
その6番強人が3番白を打って、3番がやたら1番に対して黒、なんか1番さんを釣り出そうな感じがしたから、割と強烈なライン切りかなと思って、1番狼で6強人って言ったんだけど、なんかそれを1番、2番、6番が、いや、それは盤面破綻してるからおかしいから、9番がおかしいっていう、1番、2番、6番が俺おかしいと思ってるんだけど、違うんかな、で、3番号もなんか1、3狼で、なんか3番、2番が1番初週で釣らないって言ってるけど、別にライン切りなんて全然できるからね、3、4号だったら。だから、なんかその様子だけを取って、なんか9番もそうおかしいんだよねって言ってる2番に便乗してる3番もおかしいから、正直に悩んでます。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。9番は絶対に間違いなければ、7強陣、6番シーンで3度。じゃあ俺の聞き間違いと、ちょっと、あ、ごめんごめん。9番さんは間違いなく6チーム7強1番ロードって間違いなく言っていたから、それ盤面破綻、これって言い間違い、言った言わないのに言ったけどになるから、8年間あのね、6番が強人だった場合、え、マジで聞こえない、え、聞こえない、今どう、どうすか、マジで、え、どう聞こえる、マジでギリ聞こえる、6番が強人だった場合って1番がご主人様、6番強人視点って1番ご主人様になるでしょ、じゃあ1番が9番に黒をつけるから、6番強人視点で1番9番の黒囲いでない限り6番と9番に黒をかぶせれば、まあ、一番狼が9番は、9番を黒囲いしないんでしょって考えの普通の標準だったら、9番に黒打つんじゃないですか ?9 番さん。6番が標準だったら、6番の標準要素なんすか ?7 番の新要素なんすか、はい、これは1番の新要素も拾えてないよ。でもね、5番も本当に黒い。間違いなく5番も黒い。5番の9番の黒要素って何ですか、うん、はい。俺5番9番にしか絞ってないから、ごめんなさい。3番のプレイヤーが発言します。2番さんは5番9番が白いって言ってるのかな、ちょっと待ってね、ママ反応しなくていいよ。さあ、あざといのか分かんないけど5番9番黒い、聞こえないんだな、俺も前は音量マックスにしたから、聞こえてないかもな、ね、2番は5番9番黒いなんだよな、なんか私が言っていいのかなって思うけど、え、私はね、6番シーンだと思うよ。うん、だと思う。これで6番が狼とか人外だったら、強人、6番が強人。いや、強人だったら、急に白打つかなって思うのね。急に白打たないと思う。めっちゃ安直かもしれないけど。で、5番が、まあ、7シーンって思ってるのかな。これがね、ちょっと5番が黒く見えるんだよね。いやー、なんか私ですか？あ、2番さんか。でも私5を行く。5を行って終わると思うから。安直なのかな、考えが。私は5番さんに行きます。もう決めました。なので私は5番さんに行きます。考察。言いたいことあったけど。なぜ芯が下がる、なんか19老老学校がおったんじゃなくて、6番が芯なら性格上怪しい人を占いたい。投票が終了しました。9なんて占った時点で何考えてんだろうって思われるんだけど、6、9っていうあれがない限りダメなんだけど、6、9で見てるよりは9番が黒いっていう、なんか19老老になっちゃうんだけど、占い先がおかしくなことになるんだけど、ね、性格が2番さんの言う通りだよ。9番もし俺が強人だったら、1番さんがご主人様になるでしょ。1番さんを釣らせる行動になる。怪しい人を占いたい人が、うん、6番ってのは、道理がないんじゃない、知らないけど、まあいいや。
で、2番さん、俺5行ってくれると思ったんだけどな。行かないんだね。で、多分5番さんっていうのは、6、3、ローとか追ってくるんじゃないの ?3 番さんの考察がないとか。だから俺、こういう盤面嫌だったんだよ、4番さん。決め打てる盤面だと思ったよ。1番さんは、なんか、ねえ、なんか上げ足を取られたって言ってるけど、1番さんのその発言って絶対矛盾してるからね。上げ足でもなんでもないよ。はい。ぐらいかな。プラス、9番さんがその考察自体は俺破綻してるとは思ってないよ。それ言ったのは1番さんだけだから、9番さん。人の話聞きましょう、9番さん。僕は、9番さん目線、6の芯があるのに、そこを精査せずに、7の芯って言って6の強って追ってたでしょ。だから9番さん目線って6の芯もあるのに、そういうところの考察がないんだよ。だから怪しいって言ってるの。ぐらいかな。はい。まあ、5番さんの黒要素を上げたんで、5いけなかったら、まあ、村が弱かったなって思うしかないですかね。あと、進行が弱かったなっていうふうには思うかな。まあ、いいっすわ。はい、以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。はい。いやー、私は5番だと思います。5番だと思います。なぜなら、9番さんってこう1周目の時、こう役がみんな一斉にバーってチャットで言った時に、9番さんってパニックってたんですよ。で、パニックってた。そのパニックってた感じが、もし人狼だったらさ、9番が人狼だったら、ってなるじゃん。いや、出ちゃったよ、みたいな。ダブルで出ちゃったよ、みたいになるじゃん。でも、9番さんのパニックってた感じが、こう、待って待って、一気にじゃわかんない、みたいな。いっぱいじゃわかんない、みたいな。こう、ポジティブな感じの表現だったから、9番さんって私そこ白いなって思ったの。まあ、そこ黒要素に挙げてた人もいたんだけど、私は白要素に見せた。かな。でね、まあね、多分5番さんは3番とか言うんと思うんだよ。私が発言弱いから。っていうのは、もう本当に、そう、私が発言弱いから負けちゃうってことは6番さんに謝るけど、5番は、やっぱ7番欲しいって思ってるのかな?わかんないけど、5番だと思うんだよね。9番さん白く見える。なんかさっきもう俺っておかしいのかなって言ってたところから、9番さんが人狼だったら絶対に見えてると思う。そのおかしいって思うところが村に見えるから、5番だと思う。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、いや、もう3番しかいけんよな。じゃあそもそもさ、いや、3番さんの黒要素をいくつか挙げるとするならば、2番がそもそも接続切れになった時に5番投票しますって、多分あれも PP 宣言だと思ってたし、そもそもね。はい。3番視点って6番の芯って確定したわけじゃないよね。3番って今6番に謝ってましてね、6番さんごめんなさい。私の発言が弱いから、5番が多分3番狼だって言って釣りをしてくるからって。そもそも3番視点って6番が真かどうかなんてわからんくないってめちゃくちゃ思うんだけど。だるいって、この紙されたらマジでだるいって。3番がでも2番かもメリットって全くないと思うんよな、そもそも。9の狼でも最初からほぼ追ってないんよ、俺はね。9番があの時点で7番真の世界線、1番6番共に2世っていう世界線を終えてる時点で俺は9番のこと無駄だと思ってるから。あ、自してもその世界線全然見えたからね、そもそもね。占い値がそもそもおかしいし、てか6番さんがね、あの5番に対してね、なんか視点破綻してるとか言ってるけど、いや俺は9番さんと違って6を狼軸でしかほぼ追ってないから、6番の狂人ってほぼないよって発言しか残してないんだよ。話聞いてるかなってめちゃくちゃ思ってるから。
6番ロジックって考えた時って、でもね、6人って最初言ったじゃん、俺。6人ってほぼねえなと思って。なぜなら4番が2番に白打ってるのよ。その場合って6番って多分ほぼ出てくる必要ねえって思ってるから、6番ロジックで考えた時って6、3の方が濃いかなって。めちゃくちゃ細い世界線であるとしたら、6、9、5、6、一番真の世界線。でほとんど追ってないんよ、俺はね。俺ほとんど追ってないから、3番に行こうかなと思ってるけど、まあ、9番の話聞きます。9番のプレイヤーが発言します。いや、なんか、そもそもさ、6番さんが真を主張するんだったらさ、1級の黒囲いとか追わなくてもよくないか、うん、って思うんだけどな。で、6目線だって1単か1号とかで追ってたんでしょ ?1 単とか1号で追ってて3占いでしょ。で、3番白が出たわけだ。で、1級の黒囲いも9番がおかしいこと言ってるから、9番がおかしいこと言って9の、1の仕上げしてるのかなって言ったけど、6番真だった場合、そんなこと追わなくてよくないか、素直に5番占いとかよくねって思っちゃったんだけどな、俺。そのあたりから俺6番の真が追えないかなって思ったんだよね。昨日の発言聞いてもそうだけど。まあ、別に6番7番どっちが真か知らないけど、あの6番真だったら5番になるわけであって7番真だったらどっちでもあるって感じなんですよ。うん、まあ、これといって5番からおかしい要素はないんだけども、いやー、なんかなー、3番も3番でなー、なんか少子、なんか、なんだろうな、なんか途中までは2番さんと便乗して、なんかそう、9も黒いんですよ、みたいなことなんだけど、今日になってなんか、俺に対して白さ上げてきたからな、ちょっとすり寄ってきた感、否めないんですよね、3番さんはね。そこなんだよな。いや、ちょっとこれ、やっちゃったらちょっと村の皆さんは申し訳ないけど、ちょっとやっちゃったら本当すいませんだけど、まあ、思う方に投票しますね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。よかったね。1号か。村人陣営の勝利です。今日か。通し前か。ごめんね。